はい。うんこ野郎です。天山放送天蔵です。どうも、お疲れ様でございます。この間ね、オフ会でいただいた、タオルをちょっと巻かせていただきました。どうも、ありがとうございます。いいですね。これ、頭に巻く用のタオルなんですね。ちょっと長めに、ちょっとなっておりますね。ありがとうございました。いただきます。はい。まあ、これからちょっとこのタオルで頑張っていきたいなと、思っておるんですけれども、まあ、暑いですね。本当に、オフ会に来ていただいて、ちょっとお土産もらったんですけど、タオルってのいいですね。真夏のオフ会でお土産です、どうぞって、タオルもらうと、もう最高ですね。はい。ありがとうございます。気に入って使わせていただきます。ということで、もう暑いのがデフォルトになってますけれども、この間僕も体調を崩して、ライブ一日飛ばしたりとかね、そういうことをやってしまいましたので、皆さんもちょっと体調を気をつけていただきたいなと。で、まあ、暑い、プラスコロナもあったり、で、コロナも結構爆発的に、流行って、そしてまあ、マスクもやっぱりつけてなきゃいけないみたいな、まあ、つけてなきゃいけないわけじゃないんでしょうけど、そういう風潮やっぱまだありますのでね、まあ、暑いプラスマスクで、まあ、作業なんかするとですね、またこう熱中症で体調悪くなったりとかもしますので、気をつけていただきたいなと、長い前置きになりましたね。ありがとうございます。ということでですね、今日は、まあ、ちょっとした雑談形式になるのかもしれませんけれども、運転手と喧嘩の話しようかなと思います。すいません、咳込んじゃった。昔、なんかイメージとしては、やっぱトラック野郎みたいな映画もありましたし、運転手って、柄が悪い、荒っぽい、喧嘩っ早い、気が短いみたいな、そういうイメージ、昔のイメージですかね。お持ちの方はまだいるかもしれません。で、まあ、やっぱり高速のパーキングなんかで見るとですね、やっぱり柄の悪いおじさんたち、たくさんいます。そしてですね、なんかマナーの悪いおじさんもいるし、まあ、ピシッとちゃんとした運転手さんももちろんたくさんいるんですけど、やっぱ柄の悪い人たち目立ちますので、なんか喧嘩早そうだなとか、なんか話しかけづらいなみたいなオーラが出てたりとか、そういうのするかもしれません。ただですね、ここで運転手というのは、やっぱ人付き合いが苦手なパターン多い。で、あんまりこう他人に話しかけられても、うまく話せないっていうのがあるので、ちょっと話しかけないでよみたいなオーラが出てるだけで、本当はですね、根はいい人なんだよと。そういうこと。ただ根はいい人であっても、気が短いとかそういうイメージがあると思います。これって意外と本当のことで、まあ、運転手と喧嘩みたいなそういう流れでお話ししていきたいなと思ってるんですけれども、なんで気が短いかわかりますか？はい。これはですね、時間に追われてるからです。単純に。運転手さんは、まあ、気が短くて荒っぽくてとか、運転がこう、行儀悪かったりとかね、そういうのも昔はあったりしました。まあ、ダンプの運転手さんなんか未だにそうかもしれませんけれども、なんでこう、行儀悪い、荒っぽい、荒くれ者、そして気が短いか。それは仕事が時間に追われる仕事だからです。はい。まあ世の中にある時間に追われる仕事、トラック以外にもあって、そっちもそうなのって言われればそんなことないかもしれませんけれども、やっぱりまあトラックのことしか知りませんのでね、僕はね、トラックのお話をします。まあ、納品時間。で、納品時間、今、まあ、この間ね、昨日かな、大阪かどっかで、まあ、待機、朝のね、待機のトラックが摘発されたみたいな、警察がわらわら来て、近所から苦情が来てるんで、止まんないでくださいみたいな。で、一人、なんか、捕まったみたいな、そういう話はありましたけれども、なんか、運転手からずっと酷な話だなぁと、じゃあ、どこに止まれって言うんだよと。で、結局、お客さんの方は、何時に、来てくれ。まあ何時に開くからそれ以降に来てくれというだけの話で、運転手の方はやっぱり気持ちとしてはたくさん寝たい、たくさん休みたいので、なるべくお客さんの近くで休みたいのは人情ってものなんですよね。ただそこで止まってるトラックがこの間昨日かなんか摘発されて、止まんないでください。まあ近所の住民の方の意見ももちろんわかります。やっぱエンジン一晩中つけてゴロゴロうるさかったり、まあ空気もね汚れますし、で、まあ、やっぱりマナーの悪い運転手さん外でタッチションしたりとか、弁当食ったの、外に捨てたりとか、タバコをこうピンみたいなね、まあ、そういうのもあると思います。なので、一概に、そのトラックを摘発するのは良くないっていうつもりは確かにない。確かにないんですけど、なんでそこにずらっと集まるかというと、やっぱ時間が関係してますね。
納品時間、納品時間に間に合わせるために夜中中走ってきて、やっと着いたよし、そこで寝ようと。で、そこで寝ればですね、あの、お客さんのところが隣なので、まあ、あの、5分前、10分前に起きても間に合うぞということで、より長く休憩が取れるということで、あの、そこに集まってきちゃう。まあ、ここは泊まってても文句言われないからさ、みたいな、あの、そういう情報があるのかもしれない。とにかく、あの、時間に追われてるんですよ。時間に追われてるので、結局そういうところに集まってしまう。そして、まあ、あの、高速の、あの、サービスエリアなんかでも、あの、ずらーっとトラック止まっててですね、あの、まあ、普通にバス切ってあるところに止まってて、そしてあの、横付けして止まってるトラックが何台もいてみたいな、あの、そういうマナーの悪かったり、あとあの、トレーラー枠になんか二トン車が止まってたりとか、あの、そういうのがあったり、二トン車は別に乗用車の方止められんじゃないのみたいなのがあったり、あの、まあ、本当にルール無用で無理くり、あの、ちょっとでもスペースがあれば止まります。これなぜかというと、時間に追われてるから。もう、とにかく30分の休憩取らなきゃいけないみたいな、430と言われている休憩時間ですね。4時間走ったら、あの、必ず30分休憩してくださいよという、あの、もう休憩の規定がもうこれガッチガチ。で、それをもうあの、ちょっとでもオーバーすると、もうブーブーブーっとこうあの、アラームが鳴ってですね、あの、もうすぐに止まってくださいみたいな、あの、違反ですみたいな、あの、そういうことになる会社もあったり、まあ、それ緩い会社ももちろんありますけれども、今は大体ですね、430は必ず取る、ことになってますので、あの、やっぱりですね、マナーが悪いな、どうしてもこんな止め方したくないな、と思っても時間に追われちゃって、もう4時間をどうしても超えられないので、あの、まあ、どうしてももうここでもうあの30分止まるしかないみたいな、あの、やっぱ時間に追われちゃってそういうマナーの悪い止め方をしてしまうとかね、あの、そういうことやっぱりあります。なので、もう早く行けよ、みたいな、あの、もう計算ではだいたい5分ぐらい前に着くはずなのに、これじゃあもう、あの、着かねえじゃねえか、途中で4時間来ちゃったらもう、あの、どうしようもない、俺もうあの、罰金取られちゃうよとか、あの、会社から注意されちゃうみたいで、こうあの、焦ったりで、あの、それでもあの、マナーの悪い運転をどうしてもしてしまう運転手さんももちろんいると思います。これで、やっぱりですね、あの、良くない会社としても、あの、良くないし、あの、運転手としても、あの、やりたくてやってるわけではないんですけども、あの、どうしても追われてしまって、せっかちな運転、柄の悪い運転をしてしまうという、あの、どうしてもそういう状況になりがちです。なので、やっぱりあの、柄が悪い、気が短い、ということで、なんで後ろの運転手あんなもうあの、スピード出してきてんだ、みたいな、あの、そういうことになるのは、やっぱり追われている、運転手さんも追われているんですよ。あの、やっぱ何にもないと、あの、そんなに別に時間のくくりとかもないし、あの、まあ、明日中に着けばいいよみたいな時は、あの、やっぱ割かし余裕を持って、あの、まあ、2時間ぐらいで泊まって飯食ったりとかですね、あの、割かし余裕のある運転、やっぱ運転手さんプロですから、そういうこともできます。なので、あの、マナーよく普通にゆっくりと心に余裕を持って運転できます。ただ、あの、時間に追われちゃうと、やっぱりもうせかせかして、もうあの、ちょっと抜いて戻ってみたいな、そういうことをして、なんだ、もうトラックの運転手柄悪いなと、こういうことになってしまうので、まあ非常に今悪循環な感じですね。まあ2024年問題についてはまた別な動画であのお話ししますけれども、あのそういうことであのイライラしてます。これ結構昔からあのお客さんのところの着時間、着時間もやっぱりあのぴったりにつけるとか、あとはその、着時間のあの前にはこう止まんないでくださいとかっていうルールがあったりとか、あの運転手さんってあの今に始まったことではなく昔からずっとやっぱ時間であの結構きっちりと区切られてしまう仕事なので、その時間に間に合わせないと、やっぱ真面目な人は早めに行ってちょっとあの止まるとこないかなってなりますし、やっぱせっかちな人はあやべえもう時間ねえやってあのブーンとあの飛ばしていったりしますし、あの基本的にはやっぱり何かに追われている、早く着いてもいけないし、もちろん遅くてもダメというあのそういう仕事、そして車が大きいのであの止まって待機するところもあんまりないので、あのどっか止まれねえかなみたいなあのちょっとした隙間をあのまあ狙ってね、あの無理やりこう突っ込んでみたりするわけなんですよね。なのでまあ気が短い、イライラしてる、柄が悪いみたいな、そういうイメージがあって、それはまあある一定あの当たりです。はい。なのでこれから運転手になる方はですね、あのあんまりこうイライラせずに心に余裕を持って、でまあ遅れてはいけないんですけども、早く行ってもいけない、じゃあどうするんだってなったら、やっぱりあのちょっと回るしかないとか、あのある程度こう地図を見て予測して、あここの大通りだったらあの一旦スルーして、目的地をスルーしてもここ曲がってここ曲がるとこのぐるっと一周できて、だいたいこの一周で5分ぐらい使うなみたいな、あのまあマッピングしてですね、あの事前にリサーチしておくと心に余裕を持ってあんまりイライラしないと、そういうことになると思うので、やっぱりですね、何しろ事前の準備が大事ですよという、お話
になります。あとはもう荷主さんの方に場内で待機させてもらうようにこうね会社の方からお願いするとか、会社の方でもわりかし時間に枠を設けてもらうとか、そういうことをしてもらう、まあしてもらうというか運転手側の裁量でできることではないんですけれども、やっぱり8時着ではなく8時から9時までの間着みたいな、ある程度ちょっと余裕を持たせて、もらってこう納品するようなそういう風にだんだんと変えていっていただきたいなと、まあやっぱりこうか重なっちゃうと納品が重なっちゃうとやっぱり待ち時間はどうしても発生してしまうんですけれどもまあなんとかこう2024年までに向けてうまく組み合えばいいなと思っております。そして昔話をちょっとしますけれども、まあ喧嘩、運転手と喧嘩、まあよくある話で最近は、だいぶ少なくなりました。昔なんかはですね冷凍倉庫の並びなんか昔の冷凍倉庫の並びなんか本当にずらーっと並んでて、でどこが一番後ろかわかんないので適当に並んだら後ろの最後尾のやつがお前どこ並んでんだこの野郎って怒鳴り込んできたりとかね、それで喧嘩になったりとかよくありました。今はもう冷凍倉庫って結構電子化が意外と進んでて、まあタブレットみたいなのとかパソコンなんかでこうねポポッと受付してもう何時何分にこの人何番みたいなのが出て電話かかってくるとか、そういうシステム結構ね冷凍倉庫はわりかしこう進んだシステム取り入れてるところが多いので、あんまり最近並びがどこで迷うとか運転手同士で喧嘩になったみたいな話は少なくなりました。けどもやっぱり今でもあるのは、喧嘩が多い、会社、仕事をお教えしましょう。なので、未経験の方は、こういうのトラブルが多いよ、喧嘩になること多いよ、ということで気をつけてほしいんですけど、まずは現場搬入ですね。現場搬入は何しろ職人と喧嘩になることが多いですね。自分が搬入先の、その直の職人と、もしくは、搬入が被った別な材料を、搬入したい職人さん。それと、いやいや、俺が先だ、いや、こっちが先だ、みたいなので喧嘩になったり、あとは、エレベーターデータの時間の問題で、いやいやこの時間俺が予約してるとか、いや前のやつが時間押したから俺の搬入できなくてまだ俺の時間だよみたいな、エレベーターの取り合いで喧嘩になるとか、場所の取り合い、ここに荷物を置くなよみたいな喧嘩になったりとか、いろいろあります。現場ってやっぱり狭い中でやっぱりヒエラルキーもあって、まあ富さんには逆らえないと、そこでなんか現場のちょっとね立場の低い職人さん同士がいやここは俺だここは俺だみたいな感じで現場の中で喧嘩になったりもするので、そこはねうまくいなしていただきたいなと、まあそれも含めて面白いって言えばまあそれまでですね。はい。あとはですね、何しろ一番ぶっちぎりで喧嘩が多いのは僕が今まで一番やってきた中で一番だったのは何しろ市場、の仕事、これまあやっちゃ場であっても世業、活業の方であっても一緒、市場ですね。市場の仕事は何しろね喧嘩が多かった。で僕一回見たのはまあ豊洲に行く前の築地で喧嘩騒ぎがありまして、まあ、築地なんかもしょっちゅう喧嘩しますからね。築地の魚の方なんか毎日喧嘩していると言ってもいいぐらいね。僕が行ってた頃は毎日喧嘩してました。ただ喧嘩って言ってもまあこう言い合いになったり小競り合いとかそういうのもあったりするんですけど、一回僕が見たというか直接見たわけじゃないんですけど、魚を引っかくなんか鍵棒みたいなのこういうのありますよね、鉄の爪みたいなやつ、あれで喧嘩相手の背中ガツッとやったやつがいたらしくて、それは、なんかこう、警察に引っ張られたっていう話ですけど、そういう、なんか本当に、傷害事件みたいな喧嘩も、あったらしい。で、ただまあ、市場ね、血が落ちてても何の血だかわかんないですから、魚の方はね、魚の血なのか、イカの墨なのか、人の血なのかわかんないですから、どこで喧嘩があってどうなったのかって、ちょっと見ただけじゃわかんないですけど、行った後にはもう終わってて、で、警察がすんごいたくさんいて、で、なんか、僕がやっちゃば野菜の方だったんで、魚の方でなんかあったんすかって聞いたら、なんか鍵棒で背中、引っかかれたやついるんだよっていう、そんな話がありました。うん。なので、市場は結構喧嘩になりますね。で、まあ僕もしょっちゅう喧嘩してたのは、市場に行くと、やっぱフォークリフト、フォークリフトの取り合いですね。やっぱり僕らなんかはインチキ臭い会社だったので、フォークリフトの相方がじゃらっとね、三菱と小松が日本と、あとトヨタのフォークととか、いろいろね、相方がじゃらじゃらあって、それでよその店のフォークで、空いてるのを見たら、その相方でカッと動かして自分の荷物をこう、下ろして、で、その合鍵でもう持って帰るっていうね。そういう仕事でした。うん、昔ですよ、昔。
まあ、一番のフォークっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、そんなのね、もう空いてない。もうそもそもね、ピークの時間に行くと一番のフォークなんか空いてないし、どこにあるのかわかんないし、もう使ってるやつが手放さないので、まあ、どっかに空いてるフォークねえかな、もう、誰か人が座ってなければもう勝手に乗っていいので、いいわけじゃないけど、もう勝手に乗ってパッとやるみたいなね。それでフォークの通り、うちのフォークになんで乗ってんだみたいな感じで、いやいや、ちょっと荷物下ろしたいなと思って、みたいな。何うちに持ってきたのかって言ったら、違う、みたいな。違う仲買さんのところに持って行ってます、みたいな。じゃあ使うな、みたいな。まあまあいいから、ちょっと貸してよ、いっぱいだけだから、みたいな。そんな仕事でした。ほんと、昔はでも結構そういう業者たくさんいまして、フォークの取り合いで、んで、自分がこう、僕が一回やってたのは、こう、フォークドンとあって、そのパレットがあって、そのパレットの上にトラックでこう積んでるおじさんがいたんですよ。で、積んでるおじさんがいたのを見て、あ、フォークって、そのままフォーク持ってきたらおじさんが追っかけてきて、お前今俺が積んでんの見えないのかって言って、いやいや見えるけど、おじさんが積み上がる間に俺ちょっと戻ってくるからみたいな、そんなんで喧嘩になったりとかね、よくありました。うん。一応ね、刺さってるフォークは抜いちゃいけないという、ルール、暗黙のルールが一応あるので、それはまあ僕の方がルール違反なんですけど、もうどうしてもフォーク見つかんないもんだから、確かね、あれ、大田市場かな、横浜の市場か、ちょっとどっちか忘れましたけど、そんなことやってました。なので市場は本当にね、喧嘩が多い。で、市場で喧嘩も、僕のやってた会社でも、もう、殴り合いの喧嘩してた親父がいて、これもまあ、市場の仕事、成果の仕事なんですけど、まあ、パレットに積むんですよね、要はね。で、パレットに積んだり、要は集荷したものをパレットに乗せて、こっちに下ろしたりしなきゃいけないんですけど、で、僕らも、こう、荷物を持ってってもらうのに、ある程度こう、5枚、10枚ぐらいパレットを用意してあるんですよ。僕らの会社が一応なんか荷物を出す。あっちからもこっちからも持ってきて、で、他の、運送会社さんにこう乗せるみたいな仕事もしてたので、で運送会社さんもやっぱ何枚か持ってるんですよパレット、空のパレット。で僕らも用意してる。ただやっぱ全然足りない、全然足りないので、もうパレットの取り合いですね。ここに置いといたパレット誰が使ったみたいな、でおじさんが使ってたみたいな、それでここに置いといたの俺んだぞみたいな、知らねえよそんなの、ここらに置いたの使ってんだよみたいな、そんな感じで喧嘩し始まって言い合いが、おじさんですよ、おじさん同士、まあ50過ぎぐらいのトラック乗りのおじさん同士が口論し始めて、なんかまたやってるわと思って見てたらそのうちこう殴り合いの喧嘩になっちゃって、でまあちょっとやめろみたいな、みんなで止めて、ただね、そこそこみんな面白がって見てたので、結構ね、怪我してましたね。はい。それでなんか、じゃあ、どうしたんすかって聞いたら、俺のパレットをあいつが盗んだ、みたいな、そんなくったらない話で、なんかね、もう50過ぎのおじさんが殴り合いの喧嘩してたりとかね、そういうのがね、結構ある。市場の仕事っていうのはそういうのがありますね、よくね。うん。まあ、僕らの会社はやっぱ荷物出す側だったんで、まあまあ、落ち着いてよって、みたいな、でもパレットねえのにどうすんだ、みたいな感じで言われて、で、僕が、その裏側がね、ちょうど輸入成果の、バナナとか、パイナップルとかやってる会社が裏側にあったんですよ。全然関係ない会社ですよ。そこにフォークリフトでわーって行って、で、ちょっと見てないなと思ったで、ドールの、ドールってあるじゃないですか。ドールのパレット5枚ぐらいこう盗んできて、で、おじさんに、じゃあおじさん3枚あげるから。で、おじさんに、まあ一応2枚あげるよ、みたいな感じで、盗んできたドールのパレットを2人であげて、おー、いやいや、てっちゃんがそういうんだったらいいよ、みたいな、なんか、パレットがありゃいいんだよ、みたいな感じでこう収めたりなんかね。そんなこともしてました、僕ね。うん。なので、本当にね、とかくだらないことでね、喧嘩し始まるんですよ。うん。なので、こう、余裕のない職場っていうのは、やっぱりね、こう、心にも余裕がないし、やっぱ仕事にも、で、まあ、物的リソース、要はパレットとか、そういう、ラップとかにも、リソースにもやっぱ余裕がないので、みんな、ピリピリカリカリしてて、盗まれんじゃねえか、みたいな。なので、やっぱりこうね、喧嘩が少ない会社、仕事っていうのは、やっぱり、それなりに、もう充実してます。人も充実してたり、施設も充実してたり、まあ、道具類とかね、そういう消耗品なんかもちゃんと持ってる。逆にこう、喧嘩が絶えないのは、あんまり道具類も揃ってないような、なんか貧乏臭いような、昔のトラックを、なんかこう、直し乗ってますみたいな、そういう会社が集まっている仕事は、意外とね、喧嘩沙汰が多いので、ここは気をつけていただきたいなと、思います。まあ、昔話ちょっと長かったですね。はい、まあ、運転手というのは、時間に追われているので、イライラすると。別に、
時間に追われてるからイライラしていいという話ではないんですけれども、そういう傾向にはあるよと、気をつけてほしいなと思います。はい。長いですね。今日長い動画になりましたね。ただね、僕んちニューロ光が入ってるんで、この長い動画も大丈夫。一瞬でアップロードできます。ありがとうございました。では、ごきげんよう。